こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はちょっと足を痛めてしまいました。病院へ行ってきましたけど、レントゲンで骨には異常がないということですが、足をねじったような記憶もないんですけど、まあ年がいったらこんなことがあるでしょうかね。ちょっとしばらくは農作業がストップになってしまいました。残念。ちょっと怪我をしたため、畑が畝を作ったりとかの畑作業ができなくなってしまいましたので、先だってに種まきをしました。種がもうかなり大きくなりつつありますので、定植までに長くかかるとまた苗が老化してしまいますので、ポットに移してみたいと思います。これは白菜ですが、ちょっと徒長してますけど、まあこれぐらいだったら大丈夫なんですけども、定植がすぐできればこれでも大丈夫ですけど、長く置く可能性もありますので、もうポットに移植をしたいと思います。徒長はこれは白菜ですが、ここまでを本来は土の中に折って、それからこう葉が双葉本葉が出ると一番いいんですが、若干の徒長になっています。これをポットに移して、ここまでを土の中に埋めようと思ってます。ではやってみます。大きいポットでもいいんですけど、私小さいポットに、まずポットの底に腐葉土を入れます。そして少し土を入れまして、苗を押さえずにピンセットを奥まで突っ込みます。そしてゆっくり土ごと引っ張り上げますと根が伸びてますので、これを根を傷めないようにポットの中に入れまして、あと土を入れていきます。で、付け元ぐらいまで土を入れまして、これで完成です。お水をかければ徒長が防げます。これをこの作業を進めていきたいと思います。そこに腐葉土を入れます。この土は種まきの時の土に畑の土を混ぜるといいと思います。私はちょっと畑の土が取りに行けないので黒土を入れました。で、周囲に根を傷めないようにポットからピンセットで取って、それから周囲に土を入れます。これで出来上がりです。これを順次進めていきます。この白菜は特に今出ている根が大事ですので、これを傷めないようにポットの中に優しく入れます。そして土を周囲に入れれば、はい、出来上がりです。白菜をプラグ苗からポットに移植しました。このように移植しますと、ちょっと長い間の育苗ができますので、安心して足の治療ができると思います。それでは今植え替えましたので、これにお水をやってみます。
はい、プラグの時はプラグから取る時に傷めやすいですので、このポットに植えると、植える時は定植の時は定植しやすいかなとは思います。今日はこれで作業を終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。